隠してそこで、これ見てこれおーって言ってる。それどんな感じなの？かゆいからね。書いてるのそこで。書きたいんだけど書くなって言うから止まってみたって。そうか、当ててみた。当ててみた。ねえ、こうちゃん。当ててみた。当ててみた。これちょっとかゆくないかもしれない。当てておさ、かゆみが収まるの。収まる。拭いてあげようか、かくちゃん。のせいかもしれない。かゆいのか。かくちゃん、拭いてあげようか。あ、ほら、もう、スキャラがこすっていこうっていう発想だよ。どこ行くの？あ、やめて、そこは。そこはやめて。もう出て。どこですか？お目の腫れてませんか？どこ？かゆいのどこ？腫れてはいないですけどね。どこでしょうね、かゆいの。こっちじゃないの？うん、でもそっちだね、多分ね。書いてたの。そうだよね。うん。でも、動いてくれないんだ。なんか、見せようとしない。赤くなってない？赤くはなってない気がするけど。うん、意外とさ、うん、3年ぐらい経ってからさ、あれ、うん、ここにもうちょっと溝があるっていうの気づいたりとかして。知らない？どの辺？例えばね、あれ、あ、でもここも赤いね。あれ、ちょっと赤い。あ、そこだな。ここかゆいんじゃん。そこだな。ブレブロはさ、この皮膚の隙間がね、結構かゆくなっちゃうよね。おかかはさ、あの、シワが少ない方だけど、それでもやっぱかゆくなるよね。うん、あの、やっぱりだからメンテナンスもね。食べ物がね、あまり。涙焼けでしょ？涙焼け結構出やすいよね、食べ物によっては。うん、そうだね。この下じゃなくて、こっち側だよね。うん、ああ、そっちね。ここもね、意外とね、なんかやっぱりそういうシワがさ、多いですよね。見てくれてありがとうございます。チャンネル登録ポチッとしてね。いいねもしてね。またねー。